皆さんこんばんは、今夜オタクの伊藤です。というところで、ご質問に行きたいと思います。先週先々週でですね、ちょっとご質問いただいていた花さん、ありがとうございます。今日も聞いていただいていると思うんですけども、アトミックコインの件、先週の放送で、話すのができませんで失礼しました。実はですね、確認してたんですけど、なかなかレスがなくてですね、はい。で今回ね、確認をしてきました。確認をしてきましたって言ってもですね、本部というかですね、ちょっと日本の代理みたいなところに確認したんですけども、まだね、上場日みたいなものはですね、確定で決まっておりませんので、いつ上場するのかとかはですね、ちょっと伸びてる状況ですけども、まだ一旦はわからないというところになります。ただし結構ですね、アトミックコインに関して伊藤もですね、ちょこちょこ顔を出してるってところがあってですね、アトミックコイン系の投資家さんとかそういった方々からですね、結構コメントいただくんですね。でポジティブのお話をね、結構いただきます。言っていいか言っちゃダメかちょっとわからないのでですね、こういうオープンの場では法律も変わったことでちょっと控えさせてはいただきますけれども、結構ですね、こうポジティブというか、ちゃんとこうね、進んでいるよっていうところは聞いております。ただ上場ですね、多分結構ね、気になるのは上場だと思うんですけど、上場に関してはね、まだ具体的なものは言えないという状況でしたので、そこはね、意図もなんか憶測も言うのもあれなので、一応まだ待っててねというような形になっているそうです。はい、では行きましょう。カルビさんね、ご質問ありがとうございます。結構ね、今回ね、コスモスに関する、これもね、同じね、アトムっていうそのアトミックコインとですね、シンボルが同じなので、こう混同しやすいんですけど、アトミックコインとコスモスは別物ですからね、シンボルが一緒なだけです。で、コスモスというですね、アトムコインの今後を上場すると聞いたんですけども、いかがでしょうかっていうご質問と、ちょっとね、先の方なんですけども、コスモスのですね、アトムのバリデーターとしての、バリデーターっていうのは、こういわゆるPOS ですね、ステーキングです。今世の中で分かりやすく伝えています。で、このステーキングの、CCN というグループがあるんですけども、ここについてどう思いますかっていうね、ご質問をいただきました。それその2つかな。はい、というところで、ここをね、まとめて回答させていただくと、まずコスモスっていうものがですね、クロスチェーン構想っていうものがありまして、ブロックチェーンとブロックチェーン、別のブロックチェーンと別のブロックチェーンをですね、こうちゃんとつないでやるよという構想のものなんですけれども、非常に評価高いですね。これ別に日本だけじゃなくて、グローバルで評価が高いです。で、一番これの火付けになったのは、おそらくイーサリアムのビタリックなんですね。ビタリックが結構コスモスの評価を言うんですよね。で、これはなんかこう期待をしてるとかですね、自分も関わってるみたいなこと結構言うので、それで期待上げっていうのがあるんですけども、じゃあ実際にそれが動くものにするためには、やっぱりこうバリデータ、ステーキングですね、いわゆるその信用担保するチームがいっぱい必要になっていきます。その中のですね、一つが、日本の組織の一つが、CCN という形になります。ちょっとくしゃみが出そう。はい、大丈夫ですね。はい、というところで、まずコスモス自体はですね、非常に僕らもポジティブに見ておりまして、よくコインオタクの中でもですね、いいですよと、いい銘柄ですよというお話をさせていただくことはあります。で、さらに、その中で CCN さんもですね、結構仲良くというか、情報交換をお互いにする関係で、CCN がやっている技術力が結構大事なんですよ、コスモスのバリデータって。そこに関してはですね、かなり安心をしております。なので我々もいろいろね、情報を聞いていたりします。で、コスモスのじゃあ、価格上がるんかっていう話になってくるとですね、おそらく上がるんですけども、実はね、結構長期なんですよ。長期的なスパンで我々は見ております。そんなにね、急にこうパンプしてパコンってね、上がるような設計になってませんので、そうしないっていうのもありますので、緩やかにこうね、応援をしていくっていう姿勢の方は相性がいいんじゃないかなと思います。今どうなんでしょうね、仮想通貨の市場にいて、明日100倍になれみたいな形で市場にいらっしゃる方ってそんなに多くないと思うんですよね。多分2年後に2倍とか、2年後に2倍はね、一般的な金融資産から言ったら結構なことですけども、暗号資産からすると、なんかそんなに遅いのみたいな感じになりそうですね。1年後に2倍とか、2年後に3倍とか、それぐらいの感覚で銘柄を応援する方の方が今増えてきたんじゃないかなとちょっと思っていて、そういう応援の仕方であればコスモスは、非常に合いそうだなというふうに思います。ニュースもね、話題も結構出してる銘柄ですから、ぜひ追っかけてみてください。はい、ちょっと待ってね、ありがとうございます。EJ さんからいただきました。名前がですね、乱数になっているので、ちょっと全部読み上げられませんけども、こんにちは。
韓国系だと思うのですが、これね、わかんないですよね。i8 エクスチェンジさんというプロジェクトが、取引所のプロジェクトがありますけども、どうですかっていうのをいただきました。で、これね、ちょっとね、わかんなかったというかですね、これ取引所なのかなっていうところで、あんまりね、見ないんですよね、これ。古い取引所なのかな、まあ、古いっていうかその昔のプロジェクトなのかなってちょっと思うんですけども、この取引所についてどう思いますか、このプロジェクトが発行しているトークンについての将来性はどう思いますかというところなんですけども、もちろん、取引所というのはですね、特に韓国だからとか、そういったものに関係なく、すんごいたくさん、いっぱいあります。なので、取引所だからとか取引所が発行するトークンはっていうような形で横串させないんですね。横串させません。なので、ぜひですね、取引所の、ビジネスのこうマップ図を頭の中に思い浮かべていただいて、まずよく言われるのがですね、トップ10、グローバルトップ10に入ってほしいなという、まあもちろんその、ね、できたばっかしっていうのは難しいかもしれないですけども、その何かしらで、こうやっぱり今トップ10じゃないんであれば、こういう要素でトップ10に入るというような形で、ランクインしていただくのが、まず一つ目の、ステップなんじゃないかなというふうに思います。トップ10に入ったら必ず儲かるってわけでもないんですね。例えばこのトークンの話なんですけども、フオビトークン、フオビジャパンっていうところがあると思うんですが、ぜひここのフオビトークンもね、追っかけてみていただければと思うんですけども、日本で上場したんです。日本で上場して売買できるようになりました。もちろんね、多少上がってますけども、まあ、微増というかですね、まあ、こう緩やかに上がっていくと思うんですけども、まあ、そういう形になるんですね。なので、取引所ってなんかそのなんか取引所で何かビジネスがめちゃくちゃうまくいってパコーンって上がるっていうよりもは、ユーザーを増やしていって、手数料をこう、ね、稼いでいくモデルだと思うので、緩やかにトークンも上がっていくはずなんです。で、緩やかにトークンが上がっていくためにはユーザー数も必要ですと。で、ユーザー数、新規のユーザーさんを取るためには、せめてグローバルでトップ、いわゆる韓国でトップですね。で、さらには世界全体でもトップという形を狙っていく道筋がせめて見えてる必要があるかなと思います。それで言うとね、ちょっと読み取れなかったので、まあ、伊藤さんだったら買いますかって言われたら、まあ、見送るでしょうというふうに思う銘柄です。ぜひ参考にしてみてください。はい、花さん、ありがとうございます。クォンタム、熱そうな感じがしてますが、ポテンシャルはどうでしょうかというのをいただいてですね、見させていただきました。クォンタム、いいですね。なかなかね、伊藤も別にこうずっとウォッチしてた銘柄ではないので、久しぶりに見て結構ね、ガツッとね、今来てますよね。で、これ何で来てるのかな。よいしょ。市場の、値動きってありますね。いわゆるビットコインが上がったら上がるみたいなのってあると思うんですけども、完全に、ね、独立してね、これクォンタムはクォンタムの動きをしておりますので、すごくそれはいいことだと思います。はい、何かしらの発表があったと思うんですけども、ちょっとそこまでね、追い切れませんでした、まだ。で、なんかこう、急にこうね、上昇パフォーンとしてるように見えるんですけども、大体3ヶ月ぐらいでね、見ていただければと思うんですが、すごくチャート綺麗なんですよね。その、なんかこう、乱高下してて、たまたまこう、パンと跳ねたわけではなくて、緩やかにこう、上がってる中で、最後なんかこう、尻尾を振って上げてるような形になりますので、かなりね、なんだろう、熱いコミュニティなんじゃないかなと思います。もちろんね、この上がってるっていう理由は出てくると思うんですけども、ちょっとね、そこまでまだ見切れてませんので、ぜひ皆さんもニュースとか話題とか追っかけてみてください。ここまで価格が上がる、1.5 倍までいかないかな、 40% 増ぐらいしてるのかな、ここ数日で。1ヶ月前からすると 1.5 倍価格上がっているという形の銘柄になりますので、これはもうね、何かプラスのファンダがちゃんとあって、価値としてこう続いていると言えるんじゃないかなと思います。まあ、花さんの言葉を借りるんであれば熱いんじゃないかなと思います。で、大事なのはですね、なんで上がったかっていうところをちょっと押さえていただいて、で、そのなんで上がったかっていうのは続くものなのか、まあ、今回でこうね、パシッと終わるものなのかっていう判断で、見ていっていただければなと思います。はい、ありがとうございます。佐藤さん、ありがとうございます。こんばんは。質問ですが、分散型金融のコンパウンドというのは簡単に言うと何ですかっていうのをいただきました。ありがとうございます。あともう一つですね、リンクが爆上げしたんですけども、これはどのように関係してくると思いますかっていうのをいただきました。ありがとうございます。まずですね、コンパウンドに着目をしているっていうところでですね、おそらくディファイマーケットキャップっていう、その
分散型金融だけのプロジェクトを集めたマーケットキャップの比較サイトがあるんですけど、それがトップなんですよね。それがトップなので、まあ、そこを着目されていらっしゃるんじゃないかなと思います。その着眼点はものすごくいい、ものすごくいいので、ぜひぜひ、その目線でぜひ追っかけていっていただきたいなと思うんですけども、じゃあそもそもこれ何というところなんですけども、レンディングのプラットフォームです。コンパウンドはレンディングのプラットフォームという形になります。でレンディングのプラットフォームって、珍しくないじゃんという話ですね。珍しくはありません、珍しくはありません。ただですね、なんていうのかな、先駆けてどこよりも早くマーケティングをやっているのはやっぱりコンパウンドさんが特徴なんじゃないかなというふうに思います。よくですね、そのなんだろう、同じもの、いや似たようなものっていうものが出てくると思うんですね。これしかもグローバルで、戦ってますから、産業はやっぱり似てくるわけですよ。 A 社も B 社も C 社も同じレンディングサービスだというふうになってくると思うんですけども、その中でさらに引いているのは何っていうやっぱ軸を見ていく必要があるんじゃないかなと思います。それでいうとコンパウンドさんぐらいが唯一いろいろとマーケティングをされているなというのは感じますね。なのでこう情報発信とか、ブランドとかそういったもののスピード感とかですね、そういうリリースをするスピード感とかそういったものに優れているので、ここまで評価されているんじゃないかなというふうに思います。でもう一個が、チェーンリンクですね、これが伸びてますってところなんですけども、伸び率でいうと3倍は言い過ぎかな、 2.5 倍ぐらいにすって伸びてるわけですね。でこれもですね、結構ちゃんと調べないとですね、何が関係して伸びているかっていうのはなかなかわからないんですよね。でちょっとそこまでね、これまだね読み切れてないんで、ぜひリンクの爆上げに関してはちょっと見てみたいなと思うんですけど、まあ、確かに1ヶ月で3倍近くだったら爆上げって言ってもいいんじゃないかなと思います、今のこの市場だったら。で、今後、どのように関係してくると思いますかっていうところなんですけども、これはですね、別になんかこう瞬間風速的にたまたま上がったわけではないと思うんですね。先ほどのクォンタムもそうですし、今回お話しいただいたリンクもそうなんですけども、なんていうのかな、そのちょっと一昔の仮想通貨っていうのはこうパッて上がったらスッて下がって次の銘柄はなんだみたいな形でこう、ね、目移りする産業だったと思うんですけども、決して今はねそんな風に、ね、こう瞬間風速的なものではないと思います、ないと思います、まあ、ニュースにはよりますけども、しっかりとした理由がある上げだと思いますので、こうやってね続いていくと思います。で追っかけるのであれば、まず同じ、同産業ですね、リンクと、まあ、クォンタムって今ね上がってる銘柄をベンチマークするんであれば、同じ産業のものをまず着目をするっていうところと、かつですね、クォンタムとリンクがそれぞれ業務提携してるとか、そのいわゆる仲がいいところってあるんですよ。まあ、仲がいいっていうとちょっと緩いですけど、まあ、いわゆるこうビジネスのシナジーがあるところ、もうすでに発表してたりとかありますから、もう結構銘柄としては長いんで、そういったところをねぜひ着目しててください。世の中はね勝ち馬に乗るんですよ。勝ち馬に乗るんで、まず馬が1個ポンってねこう頭出るわけじゃないですか、今回みたいに。そうしたら全くあさっての方向で他にも何か出てくるかなって夜よりもは、その伸びたところに集まってきますので、まあ、そこをね一つ見てみてもらったらいいかなと思います。せっかくねこうやって情報のアンテナを張ってるわけですからね、そして人よりも早めに情報を取れてるわけですから、ぜひもう一歩入ってですね、じゃあこれが来るんだったらこれも関係するんじゃないかなというところで追っかけてみていただければなと思います。はい、ありがとうございます。EJ さん、これがバンドの方で、最後の、ご質問なんですけども、アービトラージで収益を分配する、プランスゴールドというですね PGA という投資案件があるんですけども、どう思いますかという声をいただきましたけど、これ見てる可能性があるからあんまりこうふわって言いにくいですけども、結構ね日本のメディアにですねこう PR してほしいってバーってね来る会社さんなんです、ここなのでですね、ノーコメントというところで、伝わっていただければなというふうに思います。はい、では、ツイッターの方ですね、ペリスコープの方にいただいた質問を読み上げていきたいと思います。ありがとうございます、たくさんコメントいただいてありがとうございます。伊藤さんこんばんは、最近のニュースではアイフィネックスが、顧客資産を消失をカバーするために USDT の準備金を不正に利用したって問題で暗号資産の大暴落はありますかっていうところです。詳しく聞きたいですね。あ、なるほど、ありがとうございます。不正利用をしたってことですね。まあ、不正利用は暗号資産の市場じゃなくてもやっちゃダメなんですけどね。だから暗号資産かどうのこうのでは、あ、これ出てくるかな、
てくるかな、出てこないかな、よいしょ、ですね、ちょっと待ってくださいね、ちょっとこれね調べておきますけども、あのまずですねちょっとね事実背景全部こうパッとねあの見ないと何とも言えないんですが、仮想通貨の産業に対して影響ありますかっていうご質問ですね。この、まあ、確かに、USDT とかテザーの不正ってなるとこの業界の根底を覆すような大きな話ではあるんですけども、結構ねこれ過去にもあったんでって言っちゃうのはちょっと言いにくいんですけども、あのテザーの不正というのは常にありますし、あのメジャーの銘柄の不正とかですね、撤退っていうのはあるんですけども、暗号資産の市場はですねあの特定の一つの分野にこう頼っているものではないので、実はあの、まあ、影響は多少あるにしても大暴落につながるとかですね、これがきっかけでもう何もかもがなんかおじゃんになってしまうというようなことは、ないです。そういうことはありません、はい、なので安心してくださいではないんですけど、もちろんこれはあの気を張ってね何か起きるんじゃないかなという形で、ずっとそれを見続ける見届けるっていうのはすごく大事なんですけども、だからというかもうすぐにこうバッと全部離してもう触らないっていうほどのものではないかなと思います。よいしょ、お、ちょっと待ってね、よ、こんばんは。ビットコインの購入を検討しているのですが、今月来月あたりから上昇していきそうでしょうか。金と同様で BTC にも資金が流れてくると噂されてますが、今はまだ危ないでしょうかっていうね、ご質問いただきました。ありがとうございます。危なくはないですね危なさは今はあんま感じませんけども、じゃあ今は買い時なのかどうかっていうところなんですが、ちょっとねこれ今伊藤がねあのこの画面にあのチャートを映せないんであれなんですけども、今のところはですね結構安値ラインを行ったり来たりしていますので、どこのタイミングで買っていただいてもいいんじゃないかな。例えば、いつから安値ラインですかっていう話になればですね、結構前から安値ラインなんですよ。要は切り上がってないんですよね、まだ全然。6月の26日ぐらい、もう2週間ぐらい経ってますね。2週間ぐらいビットコインはちょっとね安値行きなんですよね。まあ7月の5日から10日ぐらいではちょっとパンプして、パンプっていうほどじゃないですか、ちょっと上昇したけど、それでも全体から俯瞰してみればですね、まあ、安い方なんです、低い方という形です。一つの目安としてはですねこれかな、103万を切っている間はあの、まあ、どこで拾ってもあんまり大差ないんじゃないかなというふうに思います。で103万をですねこうふーって超えるタイミングはですね、逆に言うともそこからの上昇あの転換をする可能性も出てきますので、あの、まあ、一つが103万円でこれよく言うと思います。いろんなトレーダーさんが言うと思うんですけど、103万円を上か下かというところで見ていただければ、まあ、買い時が分かるんじゃないかなと思います。ただあの一生の話はしてませんこれは、もう本当に、7月中はみたいな形ですね。あと2週間ぐらい有効なラインとして今話してますので、まあ、ここ数日で買いますのであれば、103万円を一つの目安にしてみてください。それで結構安価に取得できるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。あ、いいですねって言っちゃった。あれですけども、あの暗号資産とは違いますが、伊藤さんは中国の三峡ダムの決壊の噂についてどう思いますかというね、ご質問というかあの ご意見ですね、いただきました。ありがとうございます。もちろんあの非常に危ないことですね。その、まあ、いわゆる言ってることはこう世の中あのなんでこういうことがですねどんどんニュースになるのか、もしくは隠されているから、結構隠したからこそ結構気になっちゃう人が多いっていうのもあるんですけども、そのまずもってですね、今の世界はつながりすぎているっていうのを皆さん認識していただいたと思います。コロナの影響でですね、例えばあのなんか国移動できなくなったりしましたね。あのもう移動できないし、県を移動できないっていうのもちょっと出てきましたね。あの自粛というところで、ってなると移動前提なんですよ。移動前提だし、その今存在するものが未来永劫を続くこと前提で全部街並みが作られているというところで、結構大変なんです。何かこう想定外が起きちゃうと、それで経済が崩壊するという形になります。で、三峡ダムのどういうデメリットがあるかというと、中国のど真ん中走ってるんですね、バーと川が、まあ、いわゆる天災なわけじゃないですか。その天災っていうのは災害なわけじゃないですか。災害で崩壊するかもしれないってこと、日本まで情報来てるわけですね、その中国の中の人だけじゃない。ってことは逃げるわけです。逃げる猶予もまだ、まあ、一応まだ崩壊してませんからね、はい、で崩壊しなかったらいいやではないですよね。例えば
ちょっとこれはね、本当に賛否両論ありますけども、熊本とかですね、九州の方の大雨の災害で、そこに災害が来るんだったらそこに住まなきゃいいじゃないかというようなことを発言された方がですね、結構叩かれたりするんですけども、でも実態は分かるじゃないですか。これ言ってる、両方の意図分かりますよね。移動すればいいじゃんというところと、移動なんかできるかという話の両方の意図分かると思うんですけども、中国においてはですね、それが命令できるというところが一応一つポジティブなところなんですね。要は危ないから、みんな出てくるという形ですね。そこが先祖代々こう使ってる土地ですって言っても関係なく、もう社会主義ですから、はいダメという形で移動ができるという形になります。そういうことによって、そこがこう崩壊することによる、もちろんダメージはあるんですけども、人的災害に関しては中国だから抑えられるんじゃないかなっていうのはちょっと個人的に思ってます。で、問題がですね、その川の、下流域が首都なわけですよね。だからそこを動かすのかという問題は、またこれはちょっとどう判断するのかなというところですね。ただ猶予があるのにやらないっていうのは、結局なんかもし万が一が起きた時には結構また叩かれちゃう要因だとは思うんですけども、今ね、崩壊するかしないかっていう話で言ったら、崩壊する可能性が高いからこうなってるっていうところで、それに対してどうするかっていうところですね。で、もちろんそのメンツがあって、そこに産業があるんで、そんな簡単に移動できませんというのはあるんですけども、これは世界がどこでもそういう選択を迫られる時代になるというところです。絶対に何か日本で、ね、地震が起きたり何が起きたりしても、それがアメリカだったとしても無理だよと、その知ってても回避できないよっていうところは出てくると思うんですけど、その知っちゃったからどうやってやるんだろうっていうところが、これからの人類の課題なんではないかなというふうに思います。ちょっと長かったかな。はい、ありがとうございます。ネムの伊藤さんの見解聞きたいです。ありがとうございます。ネムはですね、今いろいろニュース、我々ニュースメディアやってますので、暗号資産のニュースメディアでですね、こうニュースを拾ってたり世の中の動き見てるとですね、ネムは頑張ってますよ。コミュニティは頑張ってます。ただすごくメディアとして拾いにくいなって思ってます。で、拾いにくいなって何かっていうと、その興味関心が薄れてしまったんです、銘柄から。ネムってじゃあ今時価総額何番目ですかって言った時に、そのどんなことやってるプロジェクトですかって言った時にですね、市場で知ってる人、興味を持ってる人が減りましたので、極端な話、これマーケティングをもう一回やらないといけないなというふうに思います。技術寄りのニュース結構出てます。ネムはこうするこうするこうするって、それを拾えるコミュニティが少ないですね。我々メディアもそうです。なかなか拾えないです、ネムのニュース。なのでもうちょっとですね、市場に寄り添うというかですね、一般の方が認知するぐらいまでは、メジャー銘柄として認知するぐらいまではですね、もう一回 PR 活動に力を入れていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。日銀がデジタル通貨のテストを始めるみたいですが、仮想通貨の使用はどうなりますか？今後仮想通貨は株のような扱いになりますか？ありがとうございます。まずですね、その仮想通貨っていう区分がですね、決済のトークンであり、株のね、デジタルアセットでありっていう、こう振る舞いがあるものなので、要は場面によって変わるものなので、ビタッとこうですってやることはないと思います。で、産業ごとに、ね、全部分けると、産業ごとに、当然今 の金融とかですね、金融以外にも決済だとか、なんかこうね、トレーサビリティだとか、もうそうしたらもうトレーサビリティのシグナルに関しては価値とかじゃないじゃないですか、データなんですね、トレーサビリティのシグナルは。なので、そういう形には、なるんじゃないかなと、いわゆるこう、住み分けるんじゃないかなと思います。なので、必ず金融商品とか、必ず決済通貨っていうわけではなくて、それぞれによって合うんじゃないかなと思います。で、日銀がやっているものはもちろん決済、国際送金のものになりますので、通貨と同意義のものになってくるんだと思います。もちろん日本のね、デジタル円みたいな形ですね。それで言うと、ちょっとね、今日もう時間がないので、ちょっと駆け足で、ちょっとこちらの駆け足でですね、ちょっとニュースを、いくつか関係するものを拾っていきますけども、ささささっと流しますけども、まずですね、仮想通貨に、証券取引所がですね、商品の識別コードをつけましたよって話題がありました。これ今週のニュースですね、基本全部。で、バンクオブアメリカ、がですね、これ金融機関ですけども、仮想通貨、ビットコインですね、現金と同等物として、指定をしましたよっていうニュースもありました。
で、CFTC はこれ先物ですね、あの商品先物をやっているところがですね、これアメリカの機関ですけれども、仮想通貨の規制を、どうするかっていうのを計画の発表をしていきましたっていうところでですね、これ何がどういうふうに動いているかというと、法的に、ね、どんどん仮想通貨の振る舞いが決まってくる。で結局この元々法律がなかった時代にいる我々からするとですね、いやいやそれはあくまで一要素ですよねっていう話ですね。こういうニュースっていうのは、いやそれはトークンだけど決済だよとか、決済だけどそれはデータだよとかって、その昔の人たち、我々のようなですね、2017年からこの市場にいるようなメンバーはですね、こんな一歩ずつ縛っても縛るの無理なんじゃないかというふうに思うんですけども、これはもう法律の名のもとにですね、規制のルールの名のもとに縛るという表明なんで、縛ったらそういう振り舞いができたとしても、その法律の範囲のもとで使われるという形になってきます。でおそらくそれがね、一番ね、違和感がないんです。違和感がないんです。でそういうことになることによってプラスもありまして、まあ大体自由にできてた市場にですね、規制が入ってくると、なんかまた規制してと、なんか規制をネガティブに捉える場合が多いんですけども、規制されることによって、産業が伸びていくと、ね、こういう形で取引所が上場できたりとかですね、上場っていうのは証券取引市場に、上場できたりとか、そういったものができてきますので、実はこう規制があることでビジネスの幅は、広がっていくんだというところをぜひ皆さん認識していただければなと思います。最後の質問ですね、デジタル法定通貨についてどう思いますか。確実に便利ですね。確実に便利ですね。でこれ気をつけてくださいね。今現金で、国際送金やってる方々、もしあなたがですね、そのデジタル通貨を浸透させるっていう風な使命を担ってるんであれば、どうやってやりますか。そのデジタル通貨の使い方がいいよってテレビ CM 打ったりとか、とりあえずみんなに配布したりとか、なんだろう、こう使いやすいセミナーをやってみたりとかっていろいろ考えると思うんですけれども、一番はですね、現金の移動を止めるのが一番ですね。現金の移動がバシッと止まればですね、もうデジタル通貨しかできないんだってなれば、しょうがなく移行する。そっちがいいから移行するっていうのは動機としてはすごく弱いので、浸透しなくなります。なので今政府はですね、現金バシッですね。なので現金を動かそうとしてる人たちは気をつけてください。動きませんので、もう今は。なので、だんだんもう外堀が埋まってきたんじゃないかなというふうに人は感じております。最後に、告知だけ、させてください。コヨタクの全国セミナー、はい、札幌公演がですね、一回終わりました。大盛況、ありがとうございました。今週の土曜日、日曜日はですね、神戸、大阪行って、また翌週ですね、東京、横浜でやりますので、ぜひ参加してください。お会いもね、絶好調でもう伊藤喋りますので、ぜひこういう会話、したいなという方は、参加してみてください。というところで、本日の放送は以上とさせていただきます。お相手は、コヨタク伊藤でした。また来週お会いしましょう。バイバイ。